フォレスト軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7716人であり、2000年の36804人から56.0%増加した。軍庁所在地はティオネスタボロであり、同軍で人口最大の町でもある。田園部の陰性地として著名であり、 住居の75%近くがセカンドハウスあるいは休暇用家屋である。軍内に交通信号機が一つもないことでは、州内唯一の軍である。このような事情にもかかわらず、州内では急速に成長している軍となっている。これは、軍内に州立強制施設が解消されたことが大きな要因である。ォレスト軍は1848年4月11日に、 ジェファーソン軍から分離して設立された。1866年10月31日にベナン、5軍の一部が編入され、領域が大きくなった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は431平方マイルで、あり、このうち、陸地428平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.76%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フォレスト郡の自治体、ボロアーカ、タウンシップは白ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。ありがとうございます。